こんにちは、グランピー清水です。今日はですね、かなりパンチの効いた空手モンキーが完成しましたので、その紹介をしたいと思います。ですね、パッと見ていただいてですね、グランピーペイントでフレームをペイントして、このシルバーとポリッシュのパーツでまとめたすごく目を引く一台に仕上がっております。これと詳細を、紹介していきます。でその前に一つちょっと告知というか、お知らせがありまして、最近ですね、グランピーで、ポッドキャストを始めまして、グランピーメカニックのバックヤードっていう、ポッドキャストを今3回公開してるのかな、してます。で、気になるものとかこととかいろんなものを、スタッフで話してだけというポッドキャストなんですけども、ぜひ聞いていただければなと思います。であとですね、一応フォーマットは今のところ Apple のポッドキャストと、Spotify、あと Amazon Music で配信してますんで、ちょっと探してみて聞いてもらえればなと思います。はい、ちょっと本題に戻ります。で、今回空手モンキーまた1台カスタムで組ましていただいてですね、もう完全に街の仕様の、空手モンキーになっております。で、ちょっと詳細、紹介していきますと、フレームはタケちゃんに塗っていただきまして、フェラーリのロッソコルサっていうフェラーリの赤ですね、あるんですけども、それをですねちょっとアレンジしまして、ちょっと表面、ちょっと画像動画で伝わるかどうかわかんないんですけど、ちょっとこうキラキラした感じに、しております。はい、で、全体パッと見ていただいて、シルバーのパーツでまとめてすごく目を引くかっこいい時代になったんじゃないかなと思います。でパーツをちょっと詳細にですね、上からいきますか。こちらハンドルバーがニットのハイバーですね。ものすんごいライズの高いバーで、結構これ癖強すぎだなと思ったんですけど、僕完成してちょっと試乗してみたんですけど、すごく乗りやすいです。これ街乗りにはすごくいいハンドルバーだなと思いました。なかなかもうありえないぐらいのライズ具合なんですけど、すごく街乗りにするにはすごくいいハンドルバーだなと思いました。でグレーですね、このまたここだけグレーっていうのはまたいい感じじゃないかなと思います。でグリップはオーリーのグリップですね。はい、でブレーキはマグラの MT8 で、こっちのブレーキもシルバーがいいということだったんで、なかなかディスクブレーキでシルバーっていうのはあんまりないんですけど、この MT8、レバーはブラックなんですけど、キャリパーですね、こっちのキャリパーがシルバーですね、キャリパーシルバーです。なかなかシルバーのディスクブレーキってないんですけど、このマグロの MT8、こちらシルバーがございます。でついでに下行ってもらったんで、ハブがホワイトインダストリーの XMR ハブです。これもポリッシュですね。でリムもベロシティのブラント35、これもポリッシュシル、スポークもポリッシュ、シルバーですね。でこのシルバーもいわゆる銀リンですね、銀色のホイールに仕上がっております。でタイヤは、シュワルベの G1 スピードですね。こちらも国内での展開が終わっちゃったのかどうかというところで、もう通常ではオーダーできなかったので、こちらはもう持ち込みで準備していただきました。はい、でちょっと上行っていただいて、ヘッドパーツ、これはホワイトインダストリーのヘッドパーツですね、ZS44 と EC44 の組み合わせになります。ポリッシュカラーでダーッと後ろに行っていただいて、シートはWTB のボルト、143mm 幅のタイプですね。プロモリレールのものですね。でシートポストはトムソンのセットバックシートポスト 30.9mm になります。でそのまま下行っていただいて、クランク周りもホワイトインダストリーでまとめてまして、 M30 クランクに TSR リング、こちら 32T だったかな、チェーンリングが 32T、でペダルは DMR のバルトペダルになります。で BB もホワイトインダストリーの BSA BB でまとめています。はい、でそのまま後ろに行っていただいて、で今回はですねシングルスピードで組んでおります。
で、ハブはホワイトインダストリーの XMR ハブ、ギアードハブですね、これを使ってまして、フリーがシマノのマイクロスプラインのモデルになります。これにプロブレムソルバーズの、マイクロスプライン用のシングルキットを組み合わせて作っております。シングル化しております。で、一応まあこのシングル化する場合はチェーンテンショナーがあった方がいいんですけど、このサーリーのこのトラックエンドの自転車っていうのは12ミリスルーアクスルがあって、で12ミリスルーアクスルに使えるチェーンテンショナーってあんまないんですよね、こういうタイプって。なのでサーリー純正である12ミリスルーアクスル用のチェーンテンショナーを使ってます。はい、ざっくりこんな感じですね。なかなかパンチの効いたいい空手モンキーができたかなと思います。でちなみにサイズが、これ M サイズになります。であとですね、まあ、今回はフレームからバラで組んだものなんですけども、一応ですね、空手モンキーは現在ですね、割と在庫安定してまして、完成車であれば各サイズ、すぐに入手可能です。で、グランピにも S サイズの完成車が1台ありまして、フレームであれば M サイズが1台、在庫持ってますので、比較的早くお届けできると思います。はい、で、あとですね、中古車、ちょっとこっちにありますけど、中古車ですね、これも、グランピーペイントでシルバーマットのシルバー塗った空手モンキーとります。でこちらがですね、カスタムされてあるものですね。まあ、パーツは主にホワイトインダストリーズ、クランク周り、ハブ、ホイール、ヘッドセット、この辺りはグランピーブラザーズでまとめてありまして、まあ、こちらギアード仕様ですね、シマノの SLX12 速仕様のものとなります。でこの状態で、税込み40万円になります。サイズ M サイズです。はい、こちらもございますので、これいいなと思う方はお問い合わせをください。これもベースにまたカスタムしても面白いと思います。はい、であとですね、盗難破損保証付きのグランピーローン、金利無料のグランピーローン、こちらもご利用いただけますので、ぜひぜひご検討いただければなと思います。カルテモンキーちょっと探してるという方、こちらのカスタムを参考にしていただいてもいいと思います。それでは今日は、ちょっとパンチの効いたカルテモンキーの紹介でした。ありがとうございます。